遅くなっちゃってごめんね。こんにちは。フェイス食べよう。こんにちは。こんにちは。え、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいじゃないか。うん。こんにちは。3時のおやつ、そう、3時のおやつだよ。3時のおやつだよ。お、999人、惜しい。まだ食べちゃおう。こんにちは。こんにちは。ごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃった。始められなかった。15分にゆみりんが15時過ぎをお知らせします。予約も見てくれてたかなと。メールも送ってギリ届いた。はい、今日は、3期生の公演を見ました。お披露目ライブを見ました。なんそう、可愛かったです。でもそう、いっぱい言っちゃうと、夜公演もあるのでね、そう、夜公演もあるのでそんなに、そう言っちゃうと、夜公演行く方が万が一ね、配信見てたらもう見るんじゃなかったってなっちゃうので、そう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 、そう、またね、なんかツイートもする予定なんだけど、そう、夜公演終わってからぐらいにしようかなって思ってます。なのでこの配信じゃなくって、またツイッターをご覧くださいませ。ご覧くださいませ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 。ね、そうそう、見たよ。そうなの。そう、夜もある。私はちょっと夜
見れないので、アフルーム寝ます。あ、うん、そう、しかも驚くことに私は見たしか言ってないので、行ったとは言ってないです。行ったとも言ってないです。片方のあやですね。だがしかし行ってないとも言ってないです。わら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 、確かにそう、はやとちり、はやとちり、そう、わらわら笑ってる。見ました。まあそう、あとでメールします言えよって話なんですけどね。そう、見たことには間違いない。見ました。めちゃくちゃみんな可愛かったのは間違いない、間違いない、みんな可愛かった。そう、なんかこの時間にねお家にいるってなんか珍しくって、ちょっといろいろお片付けとかもしようかなと思ったんですけど、あの今日私夜がね多分ね30分ぐらいしかできないんですよ。そう、11時半からとか。そうなの、だからそう、ちょっとこの時間にもね配信しとこうと思いました。そう、3期生みんな2人ぐらい撮れなかったんだよね、あの6周年の時に。そうそう、一緒に写真撮っててね。そういつか載せます。私のいつかは本当にいつかなので、いつか そういつか載せます。待っててね。そうそう、なんかこの、そうだから本当にこの時間に家にいるなんてそわそわしちゃう。そう、一旦お家に帰ってきます。またお家出ちゃうんだけど探さないでください。みんな探さないでね。うん、おいしい、おいしい。
そう、昨日は実家に帰りました。一瞬イエイ、ゴールデンウィークに帰れるなんて最高だって思いながら夜はゆっくりしました。あの後時の配信見てない方、昨日はね、あんこちゃんがいたんですよ。うん、本当にいただけなんだけどね。また明日からっていうか今日の夜からっていうか、そうまたいろんなことが始まったりそうなんかまたバタバタ頑張ってきます。いろんなことかな。ぷわ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 、そうリフレッシュできたかな。見た目たできたし、ちょっと私はよいしょ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 、私の家には実は大量のアイスボックスが、もらったやつじゃなくて全部買ったやつです。買ったやつです。買ったアイスボックス、これはセットアップ、そうこれはね、セットアップなんですよ。めちゃ可愛いじゃない。ねえ、今日雨でそう髪の毛うねうねしちゃって、やだわー感じでね。そう、アイスボックスの展示、衣装はね今日までなんですよ。ぜひ、ということでじゃん。シュワが。ジンジャーです。ただのジンジャー。パハー、うまーうまー、パハーうまーうまー。今から東京駅、お、ぜひぜひ、今日までだから人多いだろうけど時間に余裕を持ってぜひぜひね、ゴールデンウィークの最終日だからどこの駅も多分人が多いと思うので、お気をつけていってらっしゃいです。もう完売したという話が、え、何それどこの話、そんなことある、すぎょすぎょだね。あ、ピリヤマ神社は売り切れたそうです。すごなんだそりゃ、すごい。昨日は売り切れだったよ。今日売り切れだったの、ピリヤマ神社。でもさ、売り切れってことはさ、このゴールデンウィーク中にさ、なんか3000倍目指すって言ってたじゃんか。でもそれがさ完売してるってことはさ、絶対だから3000倍以上多くさあるはずじゃんね。そんなね、だから結
構皆さん言ってくださってるのかな。そしたらもう飲めないの。いや、なんか今日が完売とかだから、多分明日とか行ったらねあると思うよ。もし明日がなかったとしたら明後日とかにあると思うよ、うん、そうなんだ。めちゃくちゃすごい、タグがなくなったのかな。あ、タグはね、タグなくなっても多分ね完売じゃないと思う。そう、なんかタグは先着順っていうか、なんか3000個か4000個かしかないよってどっかに書いてあった気がする。あ、タグはそれぞれ4000だって。へえ、すごい。ってことはさ、ユミココアのペリヤマ神社のユミコのタグは世界に2000個しかないってことでしょ。めっちゃレアじゃん。どんなに年月が過ぎようともう2000個しかないんだって。超レアだね。激レア。雪きね。大事にしておこうね。大事にしとって。大事に大事に。になってる。そうなのよ。そうなのよ。だからね、そうごめんねっていうので、お昼もちょっと配信しようって、配信しました。まあそれもあるし、なんだかこの時間に配信できるって、し私も配信できるし、みんなも配信見れるしみたいな感じので、こういう休日祝日じゃないとそのできないじゃないですか。あんまり休日祝日にね、なんかイベントあったりとか仕事あったりが多いから配信できないから、そう配信しようと思って、うんうん、しました。お、掃除がてら、いいね。あ、雨でお出かけできないので最高ですね。広島もめちゃくちゃ雨です。めちゃくちゃ雨、あとね、めっちゃ混んでました雨だし、ゴールデンウィーク最終日だし、雨だし、そんな感じ。雨。
明日も雨かな。明日晴れ。やった。あ、カープがね、そうそうそう、雨でね。なんか当たり前のことを聞くんですが、東京ドームとかってさ、屋根あるからさ、なんか雨で中止とかないね。ないね。ね。そうでしょ、そうそうねだね、うん、笑。あ、台風とかでもない限り、確かに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 、そのそこでねできたとしても、行くまでにね交通網が、ね、途切れちゃうとなくなっちゃう。公共交通機関かね。そうだよね。大間さんは元気に走ってます。おお。リアなケースでユニフォームが届かなくて中止とかあった。ええー。何それ、そんなことがあったの。へえー。本なかったら中止。ああ、私たちも一回ってあるんかいって話なんですけど、そう、なんかもうめっちゃ前の話なんで、もう思い出話としてなんですけど、そう、 AK ビンゴに出た時に、そう、3人ぐらいでステューの衣装をなんかの手違いで持ってこなかったか届かなかったか分かんないけど、衣装がないってなって、で、あのペダルとかって AKB さんのカップリング曲だから、おされさんが管理してくださってるんですよ。自分たちの持ち曲は自分たちで、なんか広島で管理してたりもするんだけど、そうそう、でだから急遽その東京にある衣装でっていうので、ペダルの衣装、そう、来た。じゃ前、もう 3,4 年前の話、4年前、5年前とかかな。今でも東京にある衣装あるの、うん、わかんないわかんないです、それは、うん、あまり深いことはわかんない。そうだから、ペダルの衣装ってあんまりさ着ないからさ、イエーイって言ってたけどさ、あの衣装めっちゃ暑いのよ
あのね、ペダルのね MV ってねめっちゃ寒くって、途中雪降ったぐらいめっちゃ寒かったの。そうで、あれ着ててもめっちゃ寒かった。もうみんな鼻の頭真っ赤でもうガクブルガクブル言ったし、もう超寒い超寒いって言ってたけど、なんか普通に着ると結構その分厚い生地で作られてるから、収録の時にめっちゃ暑くってさ、めっちゃ汗かいた。結構中にねあれ着込んでる衣装なんです、形的に。そうか、ね、めっちゃ暑かった。そうなの、そう MV そうなのよね。もう激アツかもう極寒かしかないからね MV は。そう、そうなの、秋とか春とかにない、撮らないね。まあ春に出すからね、その前に撮らないといけないのもあるし、秋ね、冬に出すから、冬、あでも冬、うん。ねえ、風を待つは、風を待つは寒かったけどそれどころじゃない。寒いけど暑いじゃん、もう汗めっちゃかくし暑いし、そう超暑かった。シングルはいつ発売なんですかね、いつ発売ね、いつ撮るんだろうね。まあ出せたらの話ですけどね。そう、大好きな人はそう船で撮ったけど、でもめっちゃ暑かったね。エキストラで来てくださった方は知ってると思うけどめっちゃ暑かった。あとはそうだな、うん、そんな感じかな、うん、ね、どうだろうな、ね、あお話し会がね、お話し会が7月までだから、また夏に発表があったらいいね、次のシングル出ますっていうね。ね、確かに去年は鼻だれしか出してないけど、今年はもうね、なんか話し会は明日の13時までです。残り4枠、5月の27と28と残り4枠なのですが、いかがですか。申し込んでくれた方います、この残り4枠になってからさらに申し込んでくださった方、こちら、出してみました、はーい、おー、やったー、そう、27、28日の午前中が、午前中最初の方の部が空いてます。ぜひお待ちしてます。そうなの、でも逆にすごいよね、あとそこだけになって、とってもすごかった、ありがとうね。4年ぶりに行ってみようかしら。ぜひぜひぜひ待ってるよ。今申し込んだら、あとは
あと20日後ぐらいに会えるからね。そう、20日後やった、嬉しいね。20日後に会おう。そう、27、28日は今回ラストの、ね、申し込みなので、ここ逃すともう5月は会えないです。そうなの、そうなの。ほわ、4年ぶりはすごい。いやでも結構ねいるよ。あの握手会は来てたけど、オンラインになって行かなかったみたいな人結構多くって、だけど別に嫌いになったわけじゃなくって、メールもずっと通ってたし配信も見てたし、ただオンラインってなんかよくわかんなくってとか好きじゃなくってとかで、なんか今回とかリアルお話し会が復活した時とかに、そう久しぶりって来てくれる人も多い。そう、私はもう見なくなっちゃったから、もうなんか私のファンの人じゃないのかと思ったよっていうことが多い。そうなの、敷居が高い。まあそうだよね、そうだよね、難しいよね。難しいよね。でもね、私がすごい嬉しかったのが、例えば幕張とかのリアルに来てくれた人で、めっちゃ久しぶりの人とかにも、そのオンラインもうめっちゃ楽しいよって、オンラインで待ってるよってそう言ったら、そう分かったってオンラインも来てくれたりとか、そう嬉しい、その一歩を踏み出してくれて私はすごく嬉しい。みんなそうなの、そうなの。だから私はオンラインリアルはね結構全部すぐ完売したから、ありがたいことに。逆にそのリアル来た人にオンラインも楽しいよってちょっと布教する布教活動します。かな、そう確かに遠征費、確かにね、遠征費ほんまね。そう、しかももうね、あと4枠しかないから、し、ここってもう今回しか取れないので、だから言うたら今回の再販で取らなかったら、多分私もう1回完売してるから、ほか多分もうそんなに開かないと思うんだよね。だからめっちゃ極端なことを言うと、今回の再販で取らないともう今回のお話し会は私取れないです。はい、ありがたいことに完売してるので、そうそう、の最後が5月のやつなんで、そうそう、なんかいつか行ってみようかなって思う方とか、そうなんかもっとどっか行ってみようかなって思う方は
今だね。うん、27、28。しかも4つしか残ってないって、もうね、激戦だといいな。激戦区、激戦区、激戦区。そう、8日の13日まで。あ、ちなみに今回から3期生も申し込めるんだよね。みんな1時間ずつなのか。いいね。みんな1時間ずつ。あ、リアルお話し会も申し込めるのか。なんだって。まだ全然お話とかできてないし、そう、まだまだ知らないこといっぱいなので、あの、そうそう、3期生この子行ったよとか、この子の配信見てるよとか、この子こんな子だよとかあったら、ぜひなんかお話し会とかで布教してください、私に。そう、2期生の時もね、いっぱい教えてもらった、みんなに。最初の頃、そう、誰言ってんのって聞いて、おーふーふーっていっぱいと、なんだかんだ言ってみんなの方が詳しかったりするから。そう、今日もね、言ってる方もいると思うし、なんか、そう、私の知らないこといっぱい、そう、知ってると思うから。そうなのね、いっぱい見てたらね、いっぱいいいところだって発見してるし、そう、いっぱい教えてね、教え合おう。それで私がそのことさ、うん、そんなことしたよとかあった、私もなんかお話できるし、そう、ね、お互い情報提供し合おう。17時からなんだっけな、公演が。私もその辺でちょうど配信終わらないといけないから、ちょうどぐらいかなね。17時か。うんうんうん、この配信は17時に終わります。それまでしばしご歓談を、ご歓談タイムで、夜30分ぐらいかな、多分11時半ぐらいから配信ができたらいいなって感じ。そう、うん、配信ができたらいいなって思うんですけど、できなかったごめんなさい。今のスケジュールで行くとできるんですけど、何にしろ天候もあまりよろしくなかったりするので、なんか、そうなの、スケジュール通りに行くものなのかっていう心配もあるので、一応できる予定にはしてるんですけど、もし何かがあったら、そう、できません。ピエピエですね。
本当に美味しくて食べちゃう。チョイスチョイス。なんか天気悪いと電波もなんか悪くなっちゃうことがあるよね。私今それかも。なんか ね、あるあるだよね。お昼寝はしないの？ああ、お昼寝ね。配信しなかったらしてた。多分2時間ぐらいかな。時間があるから今。2時間お家でどうしようかなって思って。今回は配信してるけど、別に配信しなくて寝てもよかったし、でも2時間はね、そう自由時間なの今。何してもいい時間だよ。そう、何もスケジュールが入っていない時間なので、そうそう、プハ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 ね。ね、またやっぱりゴールデンウィークでまたね、ちょっと気を引き締めないとってなってるからね、気を引き締めて消毒。私はね、あんまり消毒でねめちゃくちゃ手が荒れる人じゃないので、もう思う存分シュッシュッシュッシュしてます。そう、これがね、そう手が荒れる方とかだったらそのタイミングとかね気をつけないといけないけど、あまりしすぎも良くなかったりするけど、そう私はそういうの関係なくできます。いえ、インフラ扱いだから、まあそう、なんかどういう、まあ扱いだったりどういう考えの方が、もういろんな方がいると思うけど、その何事も熱が出るとしんどいので、それが何であれ、そうだからね、そうなの。だからしんどい思いはね、なんか周りにもしてほしくないし、自分もしたくないし、そうだからね、あの気をつけられるものはね気をつけたいなって思ってますね。
でいろんな考えの方がいていいと思うけど、例えばただの頭痛って言ったって頭痛はね痛いですから、そうね。さて、さて。飲みます。いい。えい。あ、変わってる。やったー。やったー。あの固定のやつ。あ、嬉しいな。頑張る。え、でも本当に今回逃すと結構会えないね。あ、でも会えないっていうのが。その一生会えないとかじゃない、一生会えないわけじゃないよ。このシングルじゃもう会えないねってこと。そう、またさ一生会えなくないから、そこはそう、私はねあと100年ぐらいねいますからね。そう、そう、一生会えなかったなく、もう会えないってなんかね、もう一生会えないのかなと思う、取れるもんね。そう、全然あの、そう、でもこのシングルではそう、もうこの再販逃すともう残りが全部完売してるので、ありがたいことにね。そうだから一世紀よろしくお願いします。そうだね、一世紀分ねお願いします。だからなんか変な、そう、勘ぐらなくて大丈夫だよ、ね、言葉のあやだったね、だったね、難しいね言葉ってね。そうだよね、ユミあと100年生きるの、うん、そうだよ、みんなもあと100年生きるからね。そうだよ、あと100年何しようかな、何しようかな、その何しようかなってのを私持っていく、絶対持っていく、あとはね、はい、あとはい、あーはいはいはい、あーはいはい、うんうんうん、ね、何でもできちゃうからね。何しようかな、何しようかな、何しようかな、どうしよう、
ルンダ。私今日佐々木さんいるって知らなくって、ちゃんと読んでなかったのかな、書いてあった。佐々木さん出ますって書いてた、書いてたら見逃してたな。書いてないよね。そう、私も知らなかったから、え、佐々木さんだって思って、めっちゃ嬉しかった。久しぶりにお会いした、佐々木さんお会いした、お見かけしたっていうか、そう、嬉しかった。我らが佐々木さん、サプライズ嬉しい。安心安全安定の佐竹さんね、佐竹さんだーってなりましたね。そう、立ち火場とかもね、みんな出るときにまたこうやってお披露目の話とかもできるね。佐竹さん来てくれたし嬉しかった。佐竹さんってそうそうそう、佐竹さんコールしましたいいね。そう、もう声出しできちゃうもんね。うん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 ね、まだみんなキャッチフレーズがないのかな、それともある子もとりあえず今日はしなかったのかな。もうある子もいるの、2ヶ月くらいか。私はどれくらいで考えたんだろうな。そうそうそう、あ、キャプチャーレーザーまだでした。あ、それはそうそうなんだけど、それはみんな、まだ考えてないのかなって。それとも考えてた子もいるけど、みんなに合わせて今日はなしでっていうやつなのかな。ね。っていう。ドゲンドゲン。あ、ペンライトカラーも、そっかそっか。え、じゃあ今日みんな何振ってたの？何振ってたの、あれ。あれって、え、そうなの？え、どうしてたの？言ってる子もいるの、私このこれにしよっかなみたいな感じでじゃなくて、どうしてたの。瀬戸内っぽい水色、あ、一人隠ししてたよ。あ、で言ってる子もいるけどってことか、まあ、配信で言ってたら言ってたしって感じかね。そうそうそう、あ、確かに、まあキャッチフレーズって別に絶対にないといけないわけじゃないから、確かに、そうそうそう、みんな何色振ってたの？え、そうなんだ。なんかでもうちわとかはもう作ってたよね。うちわは別に作れるのか、なんかメンバーから何かがなくてもね。あー、希望ペンライトを申告済みでまだ
未承認。なんかそんなのあるんだ。かぶっちゃダメだよってこと？そういうこと？わかんない、でもね、そう、本人に聞いたわけじゃないけど言ってる人もいるよっていうことだよね。へえ。1期生はねなかったかな、そういうの。なんか公式に言う前にみんながそれぞれ多分ショールームで言ってたから、私何色にしようかなとか言ったら、そのそれは何々ちゃんが決めてるよみたいな感じでみんながいいから、みんななんかだからみんな被ってないかも、あれじゃあ違う色にしようかなみたいな感じで、そう被ってないですね。これでもダンス習ってた子とかもいるんだよね。みんなすごい余裕しさもありつつちゃんと踊れてて、そうすごかった。そうまだね、もしより声も同じセットリストだったらあれな、あれがあれなので言えないんですけど、なんかあえもうすごいこの曲できるんだみたいなね、すごいなんかね、そうそうなの。最初の立ち位置でさ、この曲かなこの曲かなとか言ってたんだけど、えみたいな感じだったり、そうね、すごいよねって、なんかの本当に私たち恋チューンめっちゃ頑張ってたから、そうキャッチーななんか振り付けでもすごい苦労したのにね。あとまたその辺の話もね、あのそう旅行が終わってからしましょう。ちょっとまだ全部言っちゃうと楽しみが、もうすごい可愛かったみんな。あ、はい、確かに授業でもダンスがある、確かに。あーでも私が入った時も何人かいた、その習ってたわけじゃないけどダンス部みたいなのに入ってたとか、そう授業でやってたって言われて、おへーみたいな私なんかもう本当に全然本当に全くのゼロだから、あのちょっとでもそういうのしてると、あなんかいいなって。そうなんだ、私がじゃあゼロからの時にもう2ぐらいはあったり50ぐらいあったりとかでね、すごいなって思ってた。もっと頑張ろうって思ってたよ。そう
タッフさんとかもね、みんな見てるんだろうな今日の。わくどきわくどき、今リハーサルとか最終調整とかかな。2公演あるとだいたい1公演目の反省会だったりとかもだし、それ踏まえてじゃあちょっとここをみんなで合わせてみようかっていうのがあったり、まあ自分らの公演はね、今日みんなが何してるかは分かんないですけど、そうそう、そんな感じであっという間に昼公演と夜公演のもうなんかそうメイク直す時間が、あのもう10分15分しかないみたいな時とかね、あんなにめっちゃね時間空いてるのに、あれなんでこんなに時間ないんだって毎回なってる。そう大変だよね。ね大変。そうそう。みんなすごいなね、みんなすごいなだよね、本当にすごかった。お昼見たかったもんね、また夜もお楽しみだね。うん、 MC とか多分違うんだろうね、昼と夜でね、夜はどんなことを話してるんだろうね。これから夏だからね、よりアイスボックスが引き立ちますね、うんうん、引き立つ引き立つ、やったやった。こんな感じで残りあと30分くらいの配信になりました。フライングして見てるんですけど、結構今1さんと2さんの差がそんなにないんだよね。そうで、そう結構ね誰も投げてくださってるから、あでも僅差と思わせといて、そもそもなんか桁が大きいから、なんかこれは僅差でもなんでもないのか、なんでもね、すごいな。そうだった。だっただった。ねえ。私はもうあとね30分くらいしか配信できないけど、なんかそう
かしてしまったアイスボックスを通常のアイスボックスに入れて飲むとすごく贅沢な気持ちになります。いいねそれは本当にとても贅沢な気持ちになるねそうか、確かに確かに確かに本当ね、リッチね、リッチすぎるよそれは、最高すぎる、めっちゃ濃いなねえ、うん、行きすぎるではないか、私もでもなんかあれだね、タグが売り切れちゃう前に飲みに行かなきゃ、食べに行かなきゃね、楽しみだね、うん、そう早めにね行けたらいいな。確かに2000個しかないタグがね、ゲットできたら、うん、玉飴、何食べてるの、チョイス森永のチョイス、もうなくなった、今ので最後だった、チョイス2日間早かったね、本当にあっという間すぎて、早々チョイス、ねえ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 先輩方アイスボックスのやつってあの3個ずつじゃないですか、6個買った時ってさ2個できるの、合わせられるじゃん、1個と2個だったら合わせられるじゃないですか、6個買った時どうする、できる、2個応募にできる、どうしてる、
応募してる方いるよね。そう、コースごとに、いや、なんていうか、なんていうか、うん、あ、そう、二口、そう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 、二口応募できるのか、六個買った一枚のやつでもね、そっか、ありがとう、またやろう、時間あるとき。お、2位になった。おー、え、すごい、ありがとうございます。結構差があったよね。ありがとう、2位になりました、ありがとう。もうあと30分も配信ないけど、ありがとう、ありがとう、ありがとう。よきよき、よきよきだね、わずかだね。え、そうだよね、兄さん、じいさん距離そんなにね、なかった。え、そうだよね、1回に応募できる最大応募数は10口までとありましたが、そういうこと、あー、なるほどね、そういうことかも、ありがとう、うん、ちょっと今からやってみよう、アイスボックスの応募、公開アイスボックス応募、アイスボックス、あ、全力応援プレゼント、あ、2個購入で一口だった、2個購入で、で、あ、1回にアップロード、あ、なるほど、応募数が10口を超える場合、またはレシート枚数が3枚超える場合は複数回に分けてご応募ください。なるほど、1回のご応募で選択いただけるコースは1種類で、1回に応募できる最大応募数は10口まで、なるほどね、はい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 、会員になるのね、まずは会員になります。誕生日と、ニックネームがね、他の人と被らないニックネームにしないといけない。
ダメだ、これもだった、これもダメだった。じゃあこれは、あ、いけた。えい、結構なんかパスワード並みに、パスワード並みにわかんない感じのニックネームになった。はいはい、引き続き応募に進む。あれ、そんでレシートが、うん、あ、落ちてる落ちてる。はいはいはい。そんで、はいはい、次、え、あ、はいはいはい。年齢、ちょっと黙っとくね、一回黙っとくね。はい、レシート、あ、写真を撮る、ちょっと写真を撮ります。購入店舗名、購入日、購入金額、購入商品名が分かるようになってる。アクスター、アクスターを、2個で一口だから3口。送信する。応募した、応募しました。あっという間だった。あっという間でした。めっちゃ買うと、アクスタ欲しい方は1個のレシート1個のレシートに20個以上あったらめんどいかも。1回に応募できるのは10口までで、 A 賞と B 賞と C 賞組み合わせての10口じゃなくって、どれか選んだら、あの、それじゃないといけない。そう、10口だから、まあ一次申し込みの、あ、なんか二次申し込みの、あの感じだね。あの枠の制限ありみたいな感じだね。そう、アクスタ応募した、当たりますように。特に倍率高そうね。そう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 。ユミリンのアクスタ当たったらどうするの？え、あれってアクスタセットじゃない？別に別にこれセットじゃない？なんかランダムで誰かみたいなじゃないよね。アクスタ7人セットだよこれ。全部もらえるよ。そう、ランダムじゃないから。なお欲しい。え、そうだよね、なお欲しいよね。わかり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 。
ったよね。うん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 。ね。A コースはね申し込まないかな。私は一つの次元に一人しか入れないから。そう。時空が歪んじゃうことになっちゃう。ね。そう。だからダメだね。さてさて、そろそろ開きかな。ちなみに A コースも7人全員いるんだよね。あれいつなんだろうな。ちょっと見てみよう。ちょっと。あ、7月下旬から8月上旬だって。その直接エイドをもらえる応援会の権利。35名様。結構当たるね。結構当たる。35名様だって。みんなアクスタ欲しいだろうから、2個で1つ応募できるから。今サイトを見てる。ズームを利用できる通信環境が必要です。だって。まあ、今こうやってショールーム見れてる人は大丈夫だろうね。ね、きっと、ショールーム見れてるってことは多分ズームはできるからね。大丈夫だよね。うん。雪ね。
ことない。まあそっか、そっか、私もこのご時世になって結構使うようになったかな。リモートの取材とかが増えました。うんうん、リモートの取材増えたな。それはさ、取材する側にとってはさ、どうなんだろうね。例えばさ、私に撮影とかじゃなくてただただ取材するだけとかだったらさ、今まではそのためだけか分かんないに、なんか広島に来てとかしてたけど、そのじゃなくてそのインタビューの1時間ぐらいでいいじゃないですか。移動時間とかもないし。でもやっぱり直接話してるのと違うのかな。インタビュアーさんはやっぱりこう直接会って話した方がそのうまくインタビューとかできるのかなね。インタビューとかってもちろん聞くこととかは決まってるけど、なんかそれをただ淡々と聞くわけじゃなくって、いろいろなんかそうなんだねとか、いろいろなんかそう自分がすごい喋りやすいようにすごいそう MC をしてくださるんです。そうそう、それってやっぱりなんか直接やっぱ会えてた方がニュアンスとかもなんか受け取りやすいのかなね。あ、会議、確かに会議は難しいよね。私もその一人のインタビューだったらいっぱいお話しするんですけど、3人の取材とかだとなんか聞こえない、うってなっちゃうかも。そうそうなの。なんか一人だと1対1だったらいいんだけど、何人かいると会議とかみたいにちょっとなんかね、あの喋り出しかぶっちゃってあーとかなっちゃうんでね。そう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 。はんにありがとう。STM 会議ある？いや私たちはないけど、みんなの会でいう会議は私たちの何人かでの取材とかだったりなのかなっていう感じ。そう、インタビュアーさんに向かっても話したし、なんかメンバー同士でもあの時ああだったよねとか言うけど、そう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 ね。じゃあ卒業発表みたいなとか、あれは別にっていうか、あれはインタビューとかじゃないから、なんか誰が話すとかもなんかそんななかったけど、確かにそれもご時世だよね。そうだよね。卒業発表っていうかあれだね、あの STU 兼任解除発表だ。そろそろ終わるんですけど、ありがとうございました。この後も頑張ってきますし、今日仕事の方とかもね、別に日曜日だしゴールデンウィークだし言うと思うので、一緒に頑張りましょう。会う、私もまた夜30分ぐらいだけどまた配信しますんで、またその時
会いましょう。ありがとう。頑張れ。ありがとう。最後に、そう、多分もうあと18分もしないので、ちょっと終わる間際でもう一回今日の最終このやつのランキングを私が代表してみたいと思います。はい。なので、あの、もし万が一変わってたとしても、まだまだお口ミッフィーでうしー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 ってなっててください。はい。ねえ、そうね、うんうんうん、 OK です。ありがとう、ありがとう、とん、ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にありがとう、こちらこそ本当にありがとう。また11時半ぐらいから配信、ちょっともう予約、あとで予約しとこう。んー、ちょっとでも早くできそうだったらしてます。20分からできそうだったら20分からやるし、15分から配信できそうだったら15分からやります。ゴールデンウィーク最後まで楽しんでいきましょう。イエーイ、オー、やったー、プハーだね。あ、あと雨なので、雨の皆さん、雨の皆さん、お気をつけてお過ごしください。この後も、あとメールもね、まだ遅れてないので、メールも送ります。あ、そう、今日は7の日なので、いっぱい来るかもしれないし来ないかもしれないし、ちょっとこの後バチャバチャしちゃったりするかもしれないし、どげんなんですけど、7の日、イエイ、夏かな、そう、ワク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 しててください。よろしくお願いします。イエイ、はい、それでは、じゃあ誕生読みます。13位みんみんさん、ありがとうございます。12位たけん18さん、ありがとうございます。11位こしあんつぶあんさん、ありがとうございます。10位ゆっきんさん、今日誕生日、お、おめでとう。あ、変わった、もう一回読みます。13位たけん18さん、ありがとうございます。12位ゆっきんさん、今日誕生日、ありがとうございます、おめでとうございます。11位シーサーさん、ありがとうございます。10位今もまだふう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 ちゃんロス中、ありがとうございます。いいんだよ、いっぱいロスしちゃって。9位カープ HK さん、ありがとうございます。8位みえすかさん、ありがとうございます。7位かぞうきさん、ありがとうございます。6位どこでもドア笑顔さん、ありがとうございます。5位奥高さん、ありがとうございます。4位浦部ピスケットとさん、ありがとうございます。3位みけちゃんさん、福ちゃんルームからの応援、ありがとうございます。みけちゃんさん、ありがとうございます。猫だ、ありがとうございます。2位おっくんさん、ありがとうございます。そして1位は出会い頭のネギトロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ違うルームから来ていただき、ありがとう。はい、このあと17時から3期生のお披露目イベント、次は第2部夜の部があるので、あの、そう、まだお家でゆっくりするわーって方はぜひぜひぜひ
そう、記念すべき日を見守りましょう。ちょっと夜は見れないんですけど、私ちょっとこの後バタ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 しちゃわないといけないので、お昼はね見たよ。またそしてだるまのランキングがデレレレレ、おお、めっちゃ僅差ですが現在1位になりました。イエーイ、ありがとうございます。すごっ、みんな同じ台、めっちゃほぼほぼ同じポイントです。やったー、ありがとうございます。これでこの後も頑張れる。わー、やったー、イエーイ、ありがとうございますありがとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう、よいしょ。ね、よかった。カマついてないから見に行く。確かにカマの大切さを感じましたね。うん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 、ね、ありがとうね。今日もだるまくださった皆さん、ありがとうございました。はい、それでは終わりたいと思います。あ、ちょっと一瞬待ってね。ちょっと待ってね。あ、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 はい、ごめんね、雨がひどいから気をつけてねっていうお知らせでした。はい、私はミュートをマスターしましたイエーイ、皆さんも気をつけてください、雨。はい、それでは終わります。最後までありがとうございました。今日も一日頑張りよみりーん。それでは、行ってきます。行ってらっしゃい、バイバーイ、バイバーイ、ありがとう、後ほど。